これが横浜ランドマークタワーに設置されている制振装置で、工場試験を行っているところです。170トンの重りを持ち、3段の多段振り子で吊られた制振装置が2台ビルの頂部付近に設置されています。この制振装置の効果でランドマークタワーは台風などの強い風の時にも揺れにくいビルになっています。